かわいいひまわり発見。綺麗に咲いています。後ろの山も綺麗ですね。ほらニコッと笑ってるみたいですよ。お日様をいっぱい受けて。さてここはどこでしょう。ありがとうサービス夢スタジアムです。今治市新都市にありますよ。そのスタジアムの北側のスタンドのさらにその上にあります。ここは高いところなので水やり本当にご苦労様でした。おかげで可愛いひまわりを見せていただいております。2021年8月29日です。はい、夢スタジアムです。とても日差しが強くて気温が高くてもうなんかクラクラしそうな感じです。熱い歓声が上がったスタジアムにもやがて夜が。こんにちは、しまなみひよりです。今日は2021年8月30日今治市市民の森に来ています。暑いです。オーニバスのプールに来ています。わー、葉っぱが大きいですね。明るいときには咲きません。暗くなるまで待たないといけないですね。オーニバスの葉っぱはすんごく大きくて直径が1メーター80にもなるそうです。大きいですね。よく見るとちょっと面白いことが発見。基本的にはなんか2つの大きな半円みたいなのがあるんですけども、中心がややちょっとずれているんですね。そうなんだ。大きな内輪の形によく似てますね。花は今休んでいます。夕方になりました。再び訪れました。咲いていました。この時はね5時45分くらいなんですけども、もう少し早く来ればよかったかなっていう感じです。暑い一日でした。水の上に映る景色が雲の中映ってますけど、それがとっても綺麗だなと思いながら撮影しています。花の真ん中がピンクなんですね。独特の香りがありますね。ちょっと南国っぽい香りです。今の天気はちょっともっと暑いので、より一層南国の香りがします。
水に映る景色が茜色になってきて、時間の経過を教えてくれています。
今治市市民の森です。赤い橋の上を今通っています。両側には睡蓮がありますね。でそれと亀とか大きな鯉がいます。夕映えの市民の森を目指して上の方へ上がってみたいと思います。今市民の森の一番外側の道路ですね。それを上がっています。海道今治インターの入り口になってます。ここから一番高いところで上がってます。